おお。おアロハエブリワン、今日は初めてタコを取りに行った時のエピソードをご紹介します。長男の友達と行ったんですけど、実はもう開始早々、生まれて初めてのタコ、このバトルをですね、終えてるんですね。その時 GoPro 回し忘れちゃってて、もうマスク外れそうになって、タコの足が顔にまで伸びてきた。その一番のラン、格闘シーン撮れなかったんですけど、残念ながら。で、その後帰りたいって言ってるんですけど、子供たちがまだやりたいっていうことで、続けて、タコを探しています。タコっていうのは本当はこうツン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 と優しくつついて、嫌がって出てきたところを頭を掴んで、キャッチするのが、まあ、上等手段らしいんですけども、今日は息子の友達はまずスピアでガツンといって逃げないようにしていました。出てきたぞ、出てきたぞ。そして息継ぎ、もう一回吐いて、よし、出てきた。ここでまず頭の裏側、指を突っ込めるところを探しています。本当は目と目の間をガブって噛んで、その裏に脳みそがあるので、それをまあかじって潰して締めるっていうやり方らしいんですけど、最初の1匹目で失敗してるから、噛みたくないっていうんで、もういきなり、頭をひっくり返す作戦でいってます。これはうまくできましたね。こうやって締めた後もなんかまだちょっと生きてるのかわからないですけど、腕にこうまとわりついてくるんですよね。それをまあ足を一本一本上から外して、ようやく全部外れるような感じですね。この後だんだんタコの色が白っぽくなってきます。これ壊れた。折れた。はい、ここで息子の友達が3匹目のタコを発見したわけですが、実は岩にも隠れてないで外に出てたのを僕がスルーしちゃってたんですね。それではちょっと巻き戻して見てみましょう。
玉が出てきたら、ガシッと掴んで、さあ、バトル開始です。今回も、いきなり頭をひっくり返しに行くんですけど、かなり苦戦しました。そのバトルシーンをご覧ください。この頃から腕の結構上の方まで登ってきて、肩の方まで近づいてきて、ぎゅーっときつく締め付けてきてます。これなんかちょっと最後噛まれたような感じだったんですよね。めっちゃキーンと痛くなって、で、すぐその後に頭をひっくり返しました。3匹目のタコは本当に大きかった。4キロあったそうです。海でヒラヒラしてるのを見てるらすごい綺麗で、はい、じゃあみんな一つずつ持って。今日はタコ。え、ゼロ一？じゃあなんか一回取るじゃん。オッケー。取れてる？今日は初タコ。なんとこんなでかいの3匹取れたね。どうだった？Thank you.